ロイド・ダイヤーは、イングランド・バーミンガム出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは FW、モントセラとにルーツを持つ。地元クラブのアストンビラ FC でプレーを始めたが、トップ昇格はかなわず2001年7月に、ウエスト・ブロムビッチ・アルビオン FC とプロ契約を結んだ。2002年10月2日のリングカップ・ウィガン・アスレティック FC 戦で、トップチームデビュー。 しかしレギュラー争いに割って入ることはできず、レンタル移籍を繰り返した後、2006年1月に、ミルウォール FC に移籍。2008から09シーズンにより加入した、レスターシティ FC では6シーズンにわたって、チームの主力を担い、リーグ1優勝とチャンピオンシップ優勝を果たした。2014年6月12日、ワトホード FC に3年契約で移籍した。 2014から15シーズン途中からバーミンガムシティ FC にレンタル移籍した。2016年2月2日にワトホードを退団し、2月15日にバーンディー FC へシーズン終了までの契約で加入した。2016年7月25日チャンピオンシップに昇格したバーンディー FC へ1年契約で移籍した。 フットボールリーグ1への降格が決定した2017から18、シーズン終了後に退団した。2018年9月24日、ボルトンワンダラーズ FC へ移籍した。2020年9月、現役引退を表明した。ユースプロ MK ドンズレスター。ありがとうございます。